桜区は、埼玉市を構成する10区のうちの一つである。埼玉大学が所在する。住宅街埼玉県の県庁所在都市である、埼玉市の南西部に位置する。区域は、旧浦和市の大久保地区と、南東部を除く土合地区の大部分にあたる。区の生誕には、荒川が流れ、西区、富士見市、四季市及び、朝霞市との境界を成している。 このうち西区の荒川右岸及び富士見市には橋がかかっていないため陸路で直通することはできない。また荒川の近くを鴨川が南北に流れる。区の南西部はこの二つの川を含む広大な河川敷が広がっていて秋ヶ瀬公園、桜草公園、荒川総合運動公園といった公園や農地などとして利用されている。荒川河川敷はすべて 大和座市も大久保に属する。首都高速埼玉大宮線より、東側は、主として、宅地となっているほか、西側でも、宅地開発が進んでおり、近年812個の大規模マンションが建設された。区のほとんどは、低地からなるが、区の東部の一部が、大宮大地の世の次第にかかっている。区の北部から東部にかけ、 旧稼働を示すと見られる自然堤防などの地形が見られることから大昔には区域の大部分が現在とは逆の荒川右岸にあったこともあると見られている桜区の範囲は旧浦和市の西部にあたるこれは昭和の大合併以前の自治体では土合村の南東部を除く地域と大久保村にほぼ相当する桜区成立後から毎年4月1日の人口 住民基本台帳人口より、桜区では一部の地区で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。桜区役所管内旧土合村のうち、鹿手袋、四谷と関一丁目、二丁目は南区に含まれる。なお、土合地区では、邸内の大部分で住居表示が施行され町長となっている一方、人口のほとんどいない、 荒川の定外では大技表記となっている。定外では多数の大技が入り組んでいて飛び地が多く桜区における大技関もこのような定外地にある小さな飛び地の一つである。桜区役所は桜区の設置にあたって新設されたプラザウエストの中に置かれている。上記の各支所、窓口は桜区役所の区民生活部に属する。郵便の集配業務は 埼玉新都心郵便局税金は浦和税務署が管轄している。西浦和駅西側の田島7丁目、8丁目地区は埼玉市の産業集積拠点として選定され、今後区画整理事業などにより基盤整備が行われた、後に企業の本社機能や研究開発機能の誘致が行われる予定である。現在も比較的工場が多く集積するが、 住宅が農地なども多く、整備の上で企業誘致をすることを決めた。2015年現在、権利者との調整や各種調査、設計等の段階である。また、西浦和駅北口の町づくり事業も検討されている。西浦和駅南側では、将来的に田島団地の建て替え工事が予定されており、町づくりの検討が行われている。ありがとうございます。